モスクワ室内合唱団は、モスクワを拠点とするロシアの合唱団。正式名称は、モスクワ国立アカデミー室内合唱団。略称は、日本では、国立モスクワ室内合唱団、国立モスクワ合唱団とも表記される。結成以来、ウラディーミル・ミーニンが、芸術監督兼主席指揮者を務めており、ロシア本国では、指揮者の名前をとって、 ミーニン合唱団と呼ばれることも多い。ミーニンが、グネーシン記念音楽教育大学の総長を務めていた1972年に、同大学の学生、卒業生、教師を集め結成した合唱団。現代的アカペラのロシア室内合唱団の創設、読唱者のアンサンブルの創設を目指し、当初は22名からなるアマチュア合唱団として、発足した。 1972年4月23日に、モスクワ科学者の家で、最初の演奏会を開き、以後、週末や学業、勤務を終えた夜間に練習を行い、アンサンブルを練り上げていった。合唱作品を創作の中心としていた、作曲家のゲオルギー・スビリードフやソ連文化賞、マネージメント組織である、ロスコンチェルトなどの支援もあり、 結成して2年を経ない1974年1月1日付で、プロフェッショナルな国立組織へと昇格している。ルネサンス音楽から、西ヨーロッパ古典音楽、ロシアソビエトの合唱作品、現代音楽、ロシア民謡、大衆歌曲までレパートリーは、極めて広く、優れたアンサンブルに注目したソビリードフをはじめとする、ロシアソビエトの作曲家、バレリー・ガブリーリン、ロディオン、 シチェドリン、ウラディーミルダシケービジ、ギア・カンチェリラが合唱団を想定して曲を書き作品の初演を依頼している。ロシア国内だけでなく海外での演奏活動も極めて活発でオーストリアのブレゲンツ音楽祭には1996年より2006年までの間継続して出演しオペラ、ミュージカルの合唱パートを担当した。2010年に開催された バンクーバーオリンピックの閉会式ではアカペラでロシア連邦国歌を歌う模様が世界各国に中継された。1986年の初公演以来来日公演も数多く行っている。メロディア・サクリンボ、ドイツグラモフォン、ドイツグラモフォンの国内版 CD で採用。なお、ライナーのーツ中ではさらに略した名称としてモスクワ室内合唱団を使用。 記事名もこれに基づく。昌平元のジャパンアーツが使用。ジャパンアーツが協力して制作された、作ン母レーベル CD でも用いられている。ただし、国立モスクワ合唱団と呼ばれる合唱団は、ミーニンの市であるウラディスラフ・ソコロフが1956年に創設した、があり、同盟賞での来日公演もあり、録音も普及している。公式サイトの記述。 参考文献の多くはおそらく昇格が内定した時期を取り消せ翌年に国立組織となったとしている。ありがとうございます。